京都市左京区にある大本山百万遍知恩寺は、法然上人25霊場第22番札所に指定される浄土宗の大本山です。法然上人は賀茂の全貌や賀茂の河原屋と呼ばれた賀茂御親神社の神宮寺に時折滞在したといい、法然上人の亡き後、門弟の聖観坊元智が法然上人を開山上人、元智自身を第二世として道宇を建立し、その後死の音読を知る寺として知恩寺と称するようになったといいます。元寇元年1331年、京の都に疫病が蔓延した際、後醍醐天皇の勅命により七日七夜にわたる百万遍の念仏と王寿作りを行ったところ、疫病が収まったことから知恩寺に対し百万遍の号が下賜されたといい、以来その名が知られるようになります。総門をくぐり正面に立つ御影堂は国の重要文化財に指定され、堂内には法然上人像や元智上人像、大念珠などが祀られています。西門の正面に立つ釈迦堂は百万遍知恩寺の本堂に位置づけられており、堂内には慈覚大師円仁作と伝わる釈迦如来座像が祀られています。境内には法然上人の御廟も建てられており、その堂内には上人と弟子の元智の墓石が並び立っています。他にも阿弥陀如来像を本尊として祀る阿弥陀堂をはじめ、静止堂、鐘楼堂など数多くの建物が国の重要文化財に指定されています。百万遍知恩寺は創建以降幾度かの移転を経て現在に至りますが、百万遍さんの通称で変わらず人々に親しまれています。聖観坊元智は建久6年1195年、元智13歳、法然上人63歳の年に上人の弟子となり、以降法然上人入寂の時まで多くの時間上人のそばで仕えたと伝わります。都に戻ってからのある日、病に伏せっていた上人のもとに高貴な女性が訪ねてきたといいます。この女性をただ人ではないと感じた元智はその素性を確かめようと追いかけましたが、途中で消えるように見えなくなってしまったといいます。元智が法然上人のもとに戻って、マロードの鬼女誰人にかはべらんと尋ねると、あれこそ偉大系部人よ、鴨のあたりにおわしますなりと法然上人は答えたといいます。この不思議な出来事を目の当たりにした元智は、法然上人の亡き後鴨神社の近くに居を構え、しばしば神社に参詣したといいます。そして元智が法然上人から受け継いだ鴨の河原屋は、後に恩を知る寺として知恩寺と改称し、現在まで受け継がれています。